1枚に望みかけた、まあ、ちょっと見てくださいこれ、これいきましょうか。激辛灼熱つけ麺、辛さこれは辛いぞ。いやですね痛いね、口痛いね、3倍に腫れちゃってるよもう。クラマラス唇、辛い料理を僕より先に炊いたら1万円差し上げるって企画で YouTube 撮ってます。もちろん飲食代はこちらで持ちます。無理、すいません、ありがとうございます。お願いします。今日本当にこれやらない、これできないと帰れないんですよ僕。かわいそう。お願いします。頑張って応援してます。ありがとうございます。すいません、辛い料理を僕より先に早く食べたら1万円差し上げるって企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど、お腹とか空いてないですか？顔映っても大丈夫ですか？今からどうですか？お願いします。1万円に望みかけたら、まあ、マジですか？ありがとうございます。お名前は？ハルです。なんで渋谷にいらっしゃったんですか？ちょっと会社迷って泣き入っちゃったんですけど、私がちょっと気持ち的に家に帰りたくなくて。なるほど。大学生とか料理の専門家さん。卒業後はなんかこういうことしたいとかあるんですか？卒業したらとりあえずホテルが、はい、まあ夢ってなり、卒業5年くらいして45歳までにお店持ちたいなって感じです、はい。すごい。ビジョンなくて辞めちゃう人とかいるから、私はそういうのないと多分やりきれない人なんで。はい、いや、偉いっすね。辛いけど美味しいな、みたいな。そういう料理はありましたか？お店は分かんないんですけど、中国料理かなっていうのは。中国料理。いますね。僕に勝って1万円獲得したその賞金、何に使いますか？最近遊びすぎてるから、はい、もう遊びの資金として多分使えると思います。人生で、いや、一番やらかしたなっていう出来事って何かありますか？男絡みでちょっとやらかしちゃったかな。ご出身どちらになるんですか？ここから10分15分のところ。出身も東京、はい、対戦会場こちらになります。つけ麺専門店三田製麺でございます。ちょっと見てくださいこれ、これいきましょうか。激辛灼熱つけ麺、辛さこれは辛いぞ。いやですねこれで対決しましょう。どれがいいか選んでいいっす。じゃあ、ハンデあげますよ。から3で、僕じゃあ極限いきます。はい。ハンデつけましたからね。これ大チャンスですから。頑張ります。灼熱の3からと極限ですね。で、かなり辛いもんで大丈夫です。はい。スープまで飲んで、完食扱いになりますので、スープも飲んでください。得意な料理とかあるんですか？お弁当とか作るときは、卵焼きは焼くかな。おう！灼熱つけ麺でございますか？どうですか？すごく嫌。辛そうですね。匂い嗅いでみてください。辛そうですね。どうですか、どうですか、どうですか。どう匂いはそこまで。似てる。いただきます。いただきます。ちょっと麺が太いっすね、これ。わ、これ辛い。うん、どうした？辛い？辛いの、うん、確かにこの辛いわ。喉を突き刺す辛さがあります。魚介の香りが、あら、おお、来た、うん、あ卵でこの辛さを和らげます。辛い。これ辛いわ。辛すぎる。ちょっと待って、これ辛いわ。
全然無理、全然無理。スープの下の方がやばいっす。1万円かかってますよ。面白いだ。ごちそうさまでした。でも半分も食べられると思ってなかった。まあ全然無理しなくて大丈夫ですから、うん、戦いはもう決着してますから、あとはもう普通に食事を楽しんでいただければ。楽しめないです。めっちゃ唇熱いし、ギブで。ギブ、はい、ギブです。本当は残したくないんですよ、調理いってるし。まあ確かにこれだけならまだいける。もう意地のノーマル麺をすする。ハルさん残念、1万円ゲットならず。すいません、ちょっといきなりです。はい、確かに。ちょっと待って。あ、すいません。今まで食べた辛い料理の中でこのつけ麺何番目？トップ。1番。全然トップ。1番ですか。いや辛かった。口痛いですね。まったった僕、唇もパンパンに腫れちゃいましたけど、お腹が痛くなったら、牛乳とか飲んでください、辛いの。もしよかったら、買えます？ちょっと甘いもの買いたい。あ、もう、怒りますから。大丈夫ですよ、今日。本当に唇痛い。唇痛い。まあでも、あれじゃないですか。何か美味しいなんだな。そういう料理はいいですか？店はわかんないんですけど、中国料理かな。中国料理は、辛いの食べるじゃないですか、だって。中国料理の辛いっていうのは、はい、山椒とか、具材の風味で作ってるんで、辛いのも体を温めようっていうことから始まってるんで。すごい。専門家ですね、もう完全に。めっちゃ痛い。ね、痛いね、口痛いね。腫れてますね。ねえ、もう3倍に腫れちゃってるよ、もう。グラマラス唇。グラマラス唇。じゃあ、食いしから今日はありがとうございました。お疲れ様でした。はい、出直してこい。え、なんすかこれ。5000円。マスクが配られてます、店内で。やばー。 あ、来てるわ。うわ、これやばいね。